あ、目覚ましテレビに出たのがあるんですね。見てなかったですけどね。山崎賢人君と VTR 出演したってやつですね。まあ、これは CM のやつですよね。山崎さんと上白石さんにインタビューを実施したっていうことですね。山崎賢人と上白石萌音は過去にドラマ陸王、いや、羊と鋼の森などで共演してる。あ、まあ、確かにそうですよね。で、5年ぶりの再会なんですって、 CM が。で、感想を聞くと上白石萌音さんは、敬語だったか、タメ口だったか、私は覚えてなくて、どっちだったかなと。こう、探りと。山崎賢人さんも、確かに俺も久しぶりって言って、ちょっとミスったかも、と、心境を告白と。で、この5年で変わったことは、山崎賢人は、お酒飲めるようになったんだもんね、と言うと、萌音ちゃんは、それは大きいですね。すごく美味しいお店に行ってお酒飲んだみたいな話を聞いていいなと思っていたので、もし次にご一緒できる時があったらちょこっと顔を出せるように、そんな年齢になったなと思います。まあビールの CM ですからね。この話を聞いてビールの CM で共演するというのはまたと話すと感慨深いですね、と。上白石萌音さんの成長に目を細めた。そして上白石萌音さんは上京した時の思い出を、東京はめっちゃ怖かったです。最初、電車が多い。駅に着いてほっとしたと思ったら出口がわかんない。看板とかもあるからそれを見ながら行ってたら急に見放されることがある。さっきまでこっちって言ってたのに急に表示が変わる。駅にいるのに集合場所に行けなくて遅刻したりとかありましたと。失敗談を話す。続けて、上京してくる人たちは駅に着いたからといって安心はしないでとアドバイスを送ったと。で、ネット上では、モネちゃんと山崎賢人君が仲良くて朝からほっこりします。朝から目覚ましテレビでフミヤ君もモネちゃんも見れて幸せ。今目覚ましテレビでモネちゃんを見てめっちゃテンション上がりましたなどのコメントが。前回共演時に未成年だった上白石モネちゃんがお酒を飲めるようになったと感慨深そうに話す山崎さんの姿が印象的でした。まあでも山崎賢人さんはね、広瀬すずちゃんとね、完全に付き合ってんでしょ、あれは。ね、あんなに取られて否定もしてないですから付き合ってんでしょうね、と。結婚秒読みなんじゃないかな、という感じですけどね。昨日いただいた LINE を読んできます。視聴者の方ですね。ライズさん、こんばんは。毎日配信視聴しています。今日、昼のジェーンエアー見ました。モネちゃんの歌声は素晴らしく圧巻です。井上さんと共に息がぴったりです。見に行ったんですね、この方はね。あ、ヤビクさんのジェーンも見たかったです。チケットがやっと1回取れましたのでよかったです。4月1日と4月2日配信がありますね。アイさん見るんですか。今日と明日とですね。まあ今日、今、見れてないです。多分見ないです、それはね、僕はね。今日、ぼっちで観劇に行き、隣のお二人とも竹物のファンで話が始めました。だから一人で、ね、行ってらっしゃるってことですね。すごいですね。ね、なかなかね、一人で行くっていうのもね、まあ楽しいんでしょうけどね。でも、そこに行って知り合うファンの人たちっていうのも、またそれもいいですよね。ライダーさんの YouTube を見ていると話していましたと。だからこれ嬉しいんですよね。普通に不思議な感じですよね。そうやって僕の YouTube を見てる人が、知らないところにいっぱいいるっていうのは、いや、なかなかこれはね、すごく、僕としては不思議な感覚ね。まあね、嬉しいですし、不思議な気持ちですね。私が LINE 送ってると話したらやり方がわからないです。また LINE のやり方説明してください。長くないすみません。要は、今のところコメント欄を開けていないので、まあ近々開けるとは思うんですが、コメント欄よりもね、LINE の方が近いじゃないですか、距離が。LINE をこうやって、送ってくれる視聴者の方もたくさんいらっしゃるんですが、やり方がわからないという人もいるってことなんですよね。なのでもう一回説明をしますよ。僕の、YouTube のチャンネルのところにコミュニティっていうところがあるんですよ。上をこう見ていくとね、例えばどうなのかな。こう YouTube に僕のタイトルがあるじゃないですか。ライド。埼玉県民なりすますチャンネルって書いてあるじゃないですか。その下に字が並んでるんですよ。ホーム、動画、再生リスト、コミュニティ、チャンネル、概要っていうのが並んでるんですよね。そして、その真ん中に、真ん中ぐらいにあるコミュニティっていうところをピュッと押していただくと、ライドの
LINE の QR を添付いたしますのでお気軽にご登録くださいっていうのがとともに、僕の QR がデカデカとボーンと出てるんですよ、 LINE の。それをまあいわゆる LINE でね、 QR を友達とこう読み取るようにそこにかざしていただいてピュッとやっていただければ、僕の LINE にビビビビッとこう飛んでくるので、そこで、ライドさんですかと言っていただければ、登録しましたって言えば僕が友達にピュッとこう押すので、まあ、それで LINE がつながるって感じですね。どうなんですかね、その QR の読み方は僕は様々いろいろあると思うんですけど、僕は基本的にはパソコンでやってるんですよね。LINE もすべて。スマートフォン、スマホに関しては今ここにこうあるんです。この今録画しているのがスマホなんですけど、僕はそのカメラっていうんですかね、動画撮ったりとか写真撮ったりするぐらいしかスマホってあんま活用しないんですよね。LINE 電話も多いのは本当にパソコンでやっちゃうんですね。LINE もパソコンで打った方が早いし、うちこう、ちまちま打つのが、苦手で、すごく苦手で。それだったらバリバリバリって打った方が早いので、LINE もパソコンです。もちろん YouTube 見るのパソコンとか、まあテレビももちろん見るんですけど、まあパソコンでそれを開けば、ドンとパソコンが、にその QR が出るんで、それをピュッと撮っていただいたり、あとテレビでね、最近 YouTube が連動してるテレビって多いじゃないですか。まあ僕のテレビもそうなんですけど、インターネットとつながっているので、Netflix とか、YouTube とか見れるようになっている家庭は多いと思うんですけど、なのでテレビでもいいんですよね。このコミュニティのとこを押していただいて、QR が出てきたらそれをプッとこう押していただければ、まあ、見れるっていうところですね。どうなんだろう、テレビってどうなんですか、普通に YouTube のチャンネル出るんですかね。やったことないからちょっとわかんないですけど、まあでもインターネットがあるって、インターネットにつながってるっていうことは出るんじゃないのかなと思いますので、ぜひトライしていただけたらと思います。そんな感じです。